みなさん、おはこんばんちゃです。パパスです。今日は JF1 Nboxカスタムの、ちょっとエンジン不調になって持ってきてくれはったやつなんですけど、それの整備内容を動画にしていきたいと思います。え、今何の車と間違えようとしたの？え？タントタントタントカスタムが頭にあって、それはあれやもん、今ダイハツの人が営業の人が挨拶来とったからさ。うん、なるほど。プラス、うん、そう、そういうこと。すみません。OK です。Nboxカスタムです。うん、お願いします。チェンジ。とりあえず、はい、エンジン不調や。うん。まあ、どんな感じか言ったら、うん。わかるか。なんか絶妙。なんか。はあ、が7万5000円ぐらいで着いたと。とりあえずまあ、はい、一応この診断機では見てんねんけど、うん、見てんねんけど、うんうんうん、一応まあこういう時の点検方法、お、何が悪いとか、うんうん、まあ、コンピューター持ってない人の方が多いから、うん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 、その点検方法からまあちょうどやってる。はい、どう、ここちょっと照らしてみて、はい、こ、うん、こいつは半分よいしょ、差し込みやねん。差し込みは硬いな。不要だ。結構パコッと抜ける感じ。うん、ここだけな。うん、よいしょ。おー、抜けた。よいしょ。よいしょ、こんな感じで。おー、うん、だから、差し込み。うん、うん、うん。うん。かかった。うん、かかった。でーす。ちょっと一個置いとこうかな。よいしょ、よし、OK、もうブルブル、はい、言うてチェックランプついて、うん、まあ、消えへんかったらもう大体このイグニッションコイル、うん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 、そう悪い、うん、で、とりあえず、うん、カプラを抜いていく、うん、うん、ちょっとまあ、うん、軽くさ差し、うん、今は軽く差してる感じ、調子ええのにやったらチェックランプつくから。で、うん、おお。だからこいつとこいつを抜いたらドーンと倒した。うん、で、倒れ。うん、だからまあ基本的にまあこれも悪いよ、うん。悪いんだけど、うん、こいつがまあ。チェックランプのゲーム大元、うん、だからここもちょっと調子悪いんだけど、うんうんうん、ここが一番悪い、うん、まあでももう1本あるなったら3本、あ、もう全部変えない、変えて、うん、ね、でその時にもプラグも同時交換で、おおお、うん、でまあ外し方はここ、はい、うん、キュッと押してもらったらこの四角いマイクタワーが、はい、
ちょっと浮き上がるから、うん、まあ、慎重に。いや、ま、アマチュアやったら悪いとかね、うん、そう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 、入ってしもたな、よいしょ、あれなんで引っかかってんや、よいしょ、うん、こんな感じで、お、うん、こっちはまあ事前にテストで、で絶対ハーネス外してほしいね、うんうん、一緒に抜いたらちぎれる、はい、交換するときは必ずハーネスから、で5ミリ。はい。うん。5ミリ3番抜けました。うん、残る。まだ、うん、単純に引っ張ったら。ほう。ほうほう。もうカポっていう音とね、一緒に取れていきますので。めっちゃいい音する。で取れたものがこちらです。こう向けた方がわかるか。うん、これがわかんの？この。色ついてるこの中が、中が、この中にこのプラグがあって、これ も同時交換、はい、工具は16、16、うん、このマグネットがついてるやつ、はい、必ずね、うん、専用まあマグネットじゃなくてもゴムでもいいし、あ、くっついてくるようにですね、そう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 、プラグが、こういう感じでこう、あー、うん、取れたー、くっついていて、でこう抜く、うん、全然、まあ焼き方は一緒やね、うん、まあちょっとだから、うん、あの点火してないから、うん、それガソリン臭いみたいな、でも匂いで分かるんや、うん、おー、はい、こんな感じでーす、3番抜けました、2番はまあまあ、うん、マシかないの感じやけど、うん、どれもあかんかな白い、うん、真っ白じゃん、へぇ、プラグも何番とかあるんですよね、プラグはもう絶対同じ番号とか、うん、で、これ特殊やね、うん、だからもう純正しかない、うん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 、うん、まや、ほんだ、本当は純正しかないから、うんうん、で入れる時は番号とか、はい、長さとか、うん、全部あの確認してもって、うん、絶対確認してもらう、長いやつ入れたら、うん、これはもう種類がないからな、これもあの、はい、カプラの位置とか、はい、確認しておいてもらう、そのまま、はい、この今ちょっと浮いてるやんか、うん、でネジが止まるとこまでグスッと刺してもらったら、グスッと、うん、このゴムの部分がプラグにちょっと入るから、ほう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 、もうすぐ分かる感じですね、どうやろうな、分からん、うん、手触りで、まあ、分かる人は分かるしね、分かれへん人は分かれへんし、うん、はい、で最後に透明に3本つけていきます、うん、
ちゃんとカプラが。はい。おう。うん、おう。おう。これで、とりあえずエンジン。はい、かけてみまーす。全然違う。読み上げたね。ああ、ね、なくなった。これかな。で、あの鍵。うん。で、チェックランプ点灯したまま。な、うん、まだついたままやな。うん。で。まずいで、で、これで、こいつが出てくる。見えますか？おい、社長に持ってもらおう。見えるかな？こんな感じですね。そこにいいんだからこれを差し込む。はい。うん。見える？ええ。いいですか？診断器。やっぱりあれよ、うん、あの、あれせなかったエンジンかけたらあかん。あー、そういうことね。うん、うん、これだ。オッケー、こんな感じでした。うん、ETC カードを入れて。これだ。はい、消えたー。よかった。まあ、あの、エンジンかけとったからか。うんうんうん、そういうことね。今度はエンジン切った状態でオンオフやな。うん、ボタンだけで、うん、いく感じですかね。で、あとはまあ。はい。点検書持って。はい、出てて。あ、外したやつね。忘れてた。ここはもうさっき、はい、差し込んでもうて、はい、で、裏側は、この、この部分が見えるから、この部分に差し込むやつ。お。おー、ポッと行きましたね。うんうん、すごくなんかパクッとしてもらって完成。こんな感じかな。はい、こんな感じで、今日はエンジン不調からのプラグとイグニッションコイルの交換方法を動画にしてみました。よかったら作業の参考にしてみてください。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画を見てね。バイバーイ。